なあなあ、佐々木のぞみってなんでアンジャッシュの渡部と離婚せえへんのこれは私が先日友達から聞かれた言葉です。これに対して私はこう答えました。いや、知らん いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。ということで、今回はですね、まあ、その、今更何の話してんねんっていう話なんですけど、まあ、あの、アンジャッシュのね、渡部さんと佐々木希さんがなんで離婚せえへんのかみたいな話をですね、ちょっとね、改めてしていこうかなと思ってます。いや、もうわかってるわかってる。もう再生数とか狙うんやったらもっと早めにね、出さなあかんっていう話ではあるんですけど、 まああの私もともとねあんま芸能ニュース興味ないんですよ。まあ、あのこのねチャンネルを見てくださっている方大半が「まあ、あのま,あ、まあ興味ないねん」っておっしゃる方の方が多いんじゃないかなとは思うんですけど私もあんまりそのエンタメ系のニュースとかよく知らないんです、ね、でもまあ,あの渡部さんの復帰会見とかはですねすごくこう大々的にニュースになってたので、まあ、それぐらいは知ってるみたいなレベルだったんですよ。 でまあ誰かとねそんな話をするってこともなかったんですけど先日ねたまたまそのゴシップとかめっちゃ好きな友達がいてその友達からですね電話がかかってきていろんな話をしてる時に「そういやなんでさ佐々木希って離婚せえへんの?」っていう風に聞かれたんですよね。でその時はですね「いい知らんがな」って答えたんですけどでもとはいえね確かになんで離婚せえへんねやろ。 思ったんですよ。だからですね、今回はもう本当にね、こう、今更なんですけど、まあその、 なんで離婚せえへんのかみたいなのを、ちょっとね、考察していこうかなというふうに思ってます。まあ、ただ、その、事前にね、まあ、こんな言うほどでもないんですけど、私はその、二人のことをね、もちろん知らないし、まあ、その、夫婦がね、どういう関係なのかとかも、もう全くわからない状態で、客観的に離婚しない理由として考えられるものっていうのをですね、ご紹介していこうかなと思います。でも、夫婦って、まあ、その、結婚をね、されてる方とか、されてたことがある方だったらわかると思うんですけど、 その客観的ににはかかかんんなないいでですすよよね2人にしか分からないこととってあると思うんですよだからそのすっごいもう離婚や言うて大揉めしてた夫婦にね子供ができるとかめっちゃ仲良さそうに見えた夫婦が離婚するとか全然あるのでねなんかこう知らんやつが勝手に何言うとんねんっていう話ではあるんですけど、まあ、その恋愛アドバイザーとして、まあ、いろんなねご,ご夫婦の話とかを聞かせてもらってきた中で、まあ、ちょっとこういうのが当てはまるんじゃないか かなっていうのをご紹介していこうと思います。考えられる理由として、一つ目が周りから言われすぎたっていう可能性ですね。まあ、その渡部さんのまあ、もう事件って言ってしまってもいいのか、まあ,あれってまあ、かなりこう。センセーショナルというかまあ、ショッキングな事件でしたよね。だってまあね。その。 複数の女性と関係を持っていたということだけでも結構ショッキングなのに、まあ、プラスしてそんなとこでみたいなもんやったじゃないですかだからその世間的にはもう離婚しいやっていう空気だったと思うんですねでもなんで離婚せえへんのか特に佐々木さんみたいにすごくお綺麗な方で,で目の前にねたくさんの選択肢が広がっているじゃないですかその中でなぜ離婚しないっていうのを選んだのかって考えた時に うん、周りが結構もう離婚白白ムード過ぎた可能性はあるのかなっていうふうに思いました。人ってね、人から言われすぎるとやりたくなくなるんですね。だから例えばお母さんからね、あんたも宿題したんとか、宿題しゃなもうあかんでええ加減にしときやって怒られると、どんどんやる気っていうのは下がっていってしまうんですよね。 それと同じで、やめといた方がええでって言われれば言われるほど人は維持になっていきます。特にこれはね、プライドが高いタイプであればあるほど、なかなかね、人の意見って受け入れなくなってくるんですよね。なんでかっていうと、人は自分がいいと思って選んだものを否定されたくないというふうに思います。だから、まあ、結婚するということは私の人生のパートナーとしてこの人を選んだ、選ばれたという意識がすごく強くなるので、まあ、可能性としては ちょっと周りが言い過ぎた可能性はあるのかなと思います。そして二つ目が、渡部さんの飴と鞭の使い方が絶妙である可能性です。 もともとたくさんの女性と関係を持つ男性っていうのは、まあ、これは女性もそうなんですけどアメとムチの使い方が絶妙なタイプが多いんですよねだから2人でいる時は君じゃないとダメ感を出してくるんですよこれはたくさん女性がいるんだけどその中でも君は特別なんだよ一番とかじゃないです特別な存在なんだよ感を出してくるんですよねそれをねどうやって出すかっていうとまずね最初は超優しくて真面目で誠実で 超紳士的みたいなですね最高の男っていうニュアンスを出すんですよね。だけど時々返事が遅いとかあるいは周りからあの人めっちゃモテるんだよねっていう話を聞くとかっていう程度にする。だけど会ってる時っていうのはめっちゃ誠実でっていう、まあ、そういうですね状況っていうのをしっかりと作ります。これが雨ですよね。でそうやって相手にですねこうめちゃくちゃ雨を与えると。で相手が雨にどっ プリと使った状態っていうのをしっかり作ってから、今度は無知を増やしていきます。で、このね、無知を増やすっていうのは、冷たくするとか、今まで与えていた飴を減らすという形ではなくって、飴の状態は一緒なんだけど、無知だけが増えていく。 だから、会ってる時ってのは誠実で優しくて温厚で真面目なんだけど、でも連絡が返ってこない時間が増えるとか、別の女からもらったっぽいものを持ってるとかですね。そうやって、ちょっとずつこう、無知っていうのを増やしてくるんですよ。そうすると、相手がどうなるかっていうと、めっちゃ不安になるんですよね。そして、相手から連絡をしてくるということが増えてきます。 この状態になると、相手っていうのは不安からあなたに会いたいとか、あなたから連絡が欲しいとかですね、まあ、そんな風にですね、あなたのことばっかり考えるようになるので、言いなりになるんですよね。で、この言いなりになった状態っていうのをしっかり作り上げることによって、こっちが何をしようが許してくれるという状況を作ることができます。もうね、この状態っていうのをしっかり作り上げることができれば、 相手はですね自分で考えるということをやめてしまっている状態なんですよね。まあ、そこまでですねこう、しっかりと始終関係が出来上がってきますで。そうなると離婚というのはね、考えなくなるかなと思います、まああの。これはね、実際にそのお二人がね、こうなってるという話ではなくって、まあ、そうなって、で、まあ、特にね、こう DV とか。 になっっててしまっているご夫婦でその DV されてる側が何で離婚せえへんのかっていう理由としてねおっきいのがですね、まあ、結構これだったりします。 そして3つ目が共依存状態ですね。まあこの状態も結構多い、まあ、関係性ではあります。まああの共依存し合っている状況なのでと私にはこの人がいないとダメとかこの人なしでは生きられないというふうに、まあ、お互いが思っている状態っていうことですね。まあ実際にそんなことないじゃないですか。この人がいなきゃ生きていけないと思ってても人は生きていけるものなんですよね。だって別に命がつながっているわけではない。 ないので別に片方が死んでしまってもこっちも同時にね死んでしまうなんてことはないんですよだけどそんな風に心の底から思ってしまっているっていう、まあ、一種のマインドコントロール状態というのはありますなんでそんな風になってしまうかっていうとこのコントロールされてる側っていうのはあのなんていうか、まあ、事件を起こした相手に対して、えっと、本当はねすごく優しくって誠実で真面目でめちゃくちゃいい人 な、彼が問題を起こしてしまったということは、自分にも責任があったのではないかというふうに思うんですね。まあ、ちょっともう謎すぎる心理ではあるんですけど、まあ、そんなふうに思ってしまってで、その結果ですね、自分が支えなければというふうに思います、うん。なんかね、こうなるのってね、本当に心から優しいタイプが多い。 ということで、今回はもう周りからね、絶対離婚した方がええでって言われてんのに、離婚をね、考えない人っていうのはどういう心理状態なのかっていうのをね、まあ、あの、相談事例とかでね、よくあるパターンっていうのをいくつかご紹介しました。まあでも、実際はね、あの、ご夫婦二人のことなので、本当のところっていうのはわからないし、まあもしかしたらお子さんのこととか、経済的理由とかね、その他のいろんな状況が合わさって、まあその離婚をしないっていう選択をされてる可能性も十分あるので、まああの、 絶対こうっていう話ではなくて、まあそういう心理もあるんだなぐらいで聞いてもらえたらなと思います。でまあ、まあなんていうかね、恋愛って二人でするものなので、まあもちろん結婚ってなるとね、周りとの関わりっていうのもあるんですけど、まあ私はね、基本的にはお二人がそれでいいと思ってるなら、まあいろんなね、範囲の形があるので、まあそのお二人が納得する形っていうのが一番なのかなというのは思ってます。 とということでね、ブワーって話をしたんですけどね、まあ、あの楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。